皆さんこんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の成果の格差はどこから生まれるのかということについてお話をしていきたいと思います。えー、昨今ですね、いろいろな、えー、SNS が発達してきて、いろいろな使い方とか、まあ、はてまた AI もいろいろな AI が出てきて、何をどう使っていいのかわからないっていうね。 まあそういった人たちも非常に増えてもちろんネットリテラシーと呼ばれるネットを使いこなす知識がない方たちの教室が潰れていったりとか、まあ、そういった話も目の当たりに聞くような昨今なんですねでさらにそこに加えて、えー、日本が失われた30年というものを、えー、経験しているようにすごくこう日本の、ね、稼げる 金額がどんどん減っていって生産額がどんどん減っていって少子高齢化になってっていうあ,のあんまりいい話がねない状態でしかも円安でとかそういうまあ時代背景がある中で,で教室業っていうのがこれからどういう未来に向かっていくのかっていうのを考えた時にあの皆さんのねご相談を受けている中でやっぱりこれはこれからね必要なものはこれだよねっていうのをひしひしとあの感じた 案件があったので今日はそこをね解説をしていきたいなというふうに思ってこちらの動画を撮っておりますはいではね問題に入りたいと思いますまずあの教室教のね成果 の格差ということなんですけれどもあの成果をまあどこで見るのかっていうのはまず今回お話をするお話は、えー、と稼ぎ高金額ですね要は収入として手に入るものお金として手に入れることができるものこれを一応成果というふうに位置づけます。でなければあの成果って本当はいろいろあってそのご本人にとって嬉しいもの 欲しいものが手に入ればそれは成果を得たとということになるのでその領域って感情の領域だったりとかあの人によって違うんですよね。だけれども教室業が存続するという観点から考えた場合には、まあ、必ずある程度一定の収益があるないしはそこの収益において自分が好きなものを買っていくことができるとか好きなことをやるために夢にお金を使うとか家族の何かをするために使うとか。 まあもっと余っていればね広くこういう人を助けたいからお金を使うとかいろんなことができると思うんですよでまあそ,のそういう成果をやっていくと成果の幅が広くなってしまいすぎるので、まあ、教室業の存続という観点からすると収益が上がり続けることですねこれが存続に関わる大事なところなので収益が上がることイコール成果というふうにまずは前提条件位置付けますで格差が出ますよね 当然それがうまくいく教室とうまくいかない教室、もっと端的に言うと、集客ができている教室と集客ができていない教室、制約がすごくバンバン決まる教室と全く制約が決まらない教室、まあ、いろいろとにかくあのいい、悪いっていうのが明確に分かる部分っていうのは数字の部分は非常に多いと思うんですよ。この格差が出てきます。で、この格差は一体じゃあ何なのか、どこから生まれるのか。 っていうお話なんですけれども、えー、要因がいろいろあるのは理解はしているんですが私は今日特にテーマにしたいのが、えー、格差の源ですねそれは、えー、知識とそれを使いこなす知恵ですねこの2つが混沌とした時代を生き残っていくには ぜひ身につけていただきたいスキルだなというふうに特に考えているので、まあ、その解説を、ね、中心に今日はしていきたいと思います。でまずあの必要な、ね、スキル教室業の必要なスキルの大前提のベースというのは例えばパン教室であればパンを教える技術とかお菓子教室であればお菓子を教える技術とかってこれ絶対必要じゃないですか。でこれは あって当たり前なんですよだってそれをベースに、ね、あのお金を頂い,いているわけですからで以前は教室がなかった時代っていうのはそういうの誰かが教えてくれる誰か、まあ、マスターと呼ばれるそれが先生になるっていうことで近所に横に突然教室やりましたっていうのとで看板が立ったとしても先生がそんなにいなかった時代はそれだけで人が寄ってったんですよねまあそれはあの相対評価的に人が 欲しいものでそのものがそこにないければその一極集中するから集客っていう概念がなく普通に人が集まっちゃうっていうことなんですよねだからそういう時代をもちろん経験している先生方もいらっしゃいますでその後まあ、SNS の走りと言われる部分でミクシーであったりとかアメブロとかが出てきたりとか あてまでその後フェイスブックや i n s t a g r a やら、いろんなツイッターとかね、いろんなソーシャルメディアが出てきて、で、ますますこう混沌とした時代になって、多種多様な、うん、生活価値観とか、いろいろなそういったものが出てきて、教師の先生がそのスキルだけを売るだけでは生きていけなくなる、つまり、えー、そういったメディアを扱うことっていうスキルもないとだめとか、こうだん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 教室業が、 あ人属性というよりはもう少しシステムっぽいことを入れないと多分うまく回らなくなってきているという状態になってきているのがここ数年56年の大きな傾向ですね。で特にここ数年56年を振り返った時に一番大きな要因となっているのはコロナですよね。コロナによってオンライン化とかが加速的に進みそこの中でも振り落とされた教室はまた振り落とされて 廃業っていうことも実際にあの起こり起こっているっていう状態なんですね。じゃあこれからその教室業っていうの,の成果を考えた時に格差の生まれる源が知識と知恵っていうふうにお話ししたんですけど知識っていうのはあの単に SNS を扱えるとかそういうレベルの知識だけ。 ではなくそれはそれで必要なんですよ。それはそれで必要なんですけれども、さらにもう一個踏み込んだところで、お金の扱い方とか、お金に対してどういう感覚を持つのか、お金をビジネススキルの中に落とし込んで、どういうふうに活用していくのかって、このあたりも必要になってくる時代に入ってきたなというふうに感じているんです。はい、なので あの教室業っていう業種業態も単に何かを教えるだけっていうことで成り立つだけではなくて、えー、そういった SNS とか、えー、ネットのリテラシーとかも必要になりますよの更に第3段階次の世代に今入ろうとしているのが、えー、日本が不況だからですね、はい、お金っていうものに対しての考え方とか価値観を今一つ見直さなくては多分いけない状態に。 なってきている時代に突入をしているのでそれは教室の先生にも影響があるなということなんですよじゃあ具体的に言うとあのどういう価値観と考え方がまあ必要になるかっていうと,、えー、っとお金っていうもののまあい,いろいろねあの正体っていろんな人が <laughs> いろんな風に語ってるんですけれどもあの使い方いろいろあるじゃないですかお金ってまあ 5つに主に分かれるんですけども、例えば1、えっと、つ目が、えっと、消費、2、えっと、つ目が、えっと、浪費、3、はい、つ目が投資、4つ目が、えー、投機、投げるチャンスっていう意味ね、投機、5つ目が、えー、貯金っていう感じですね。こんな感じに分かれるということです。なのでえっと、そののお金の 意味を分かってお金を使っていくっていう知恵と知識が今後はね必要になるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。ここ分からないと,、えー、と教室の先生ってごちゃ混ぜにお金を使っていったりとか、えー、と使うべき場所に使わない方とかがいて結果としてそれが。 廃業になっていく道に行くっていうこともありうるのでそんなねあの細かいお金の話をする予定はないんですけれどもざっくりどういう考え方が必要なのかっていうのをねちょっとお伝えするんですでまずあの消費っていうのは普通に日常生活を営むためにまあ買うし使うし食費とか水道光熱費生きていく上に必要なお金ですねで,で2つ目の浪費っていうのは必要以上の贅沢にお金を使うっていうのが 浪費になりますただこの浪費が全てダメって言ってるんじゃなくて例えばそれが自分のねあの心のオアシスになるとかいうたまにプチデータクみたいなのってね私もやりますけれどもそれは浪費というふうに自分が捉えるのか捉えないのかで浪費の基準が変わっていきますよ。であと投資ですね。 はい、これは例えば未来の自分のためにお金を使う、それが、えっと、勉強のためにお金を使うというのも投資だし、あと本当にまあ投資の勉強して投資をするというのも投資ですし、リターンが見込める商品に、えー、商品あリターンが見込めるものにお金を費やすことですね、はい、これをまあ投資と言います。であと陶器はまあ資産価値の動く 方向を予測してでその方向に向かって上がるか下がるかを、まあ、続けて売り買いをしていくっていう感じなんで、まあ、あの安いタイミングで、えー、買って高くなったら売るっていう、まあ、そういった形のものが投機ですねで。あとは貯金とか預金っていうことなんですよ。お金を貯めるっていうねで日本のその古くからのね。 価値観は借金するな貯金をしろみたいな価値観があるじゃないですか。で私もそういう価値観で育ってきていたし父親がギャンブルをやってお金を結構なくして家が貧しかったという経験もしてたんでギャンブルとにかく嫌いで、あのー、投資も、えー、といわゆる株式投資もね含めてたんですけど気嫌いをしていてやっていなかったんですよねけれどもあの50過ぎて、あのー、自分のね。 体が60年以上になるときに少し肉体的に衰えてくるときに自分以外のものにやっぱり動いてもらうっていう、まあ、自動集客自動収益もその一つの一個なんですけど、まあ、お金例えば貯蓄をただ寝せていてもお金ってお金を産んでくれないじゃないですかそうするとそういった金融商品の知識とかを身につける、まあ、これは知,恵を知識を身につけて知恵で使うっていうことになるんですけれども。 うーんとそのただの貯金だけじゃだめだよねっていうことに気づくとお金の扱い方っていうのは変わってくる感じなんですよねで投資もそうです何を学べばじゃあその将来の自分にリターンが返ってくるか今この勉強をするべきかっていうのも自己投資っていう言葉よく言いますけれどもねでその投資もし続けてるし。 で投資の本当の投資の勉強も始めたから <laughs> えーと分散投資っていうことで、まあ、例えばそれが金なのか株式なのか FX なのかとかいろいろやってるんですけれどもそこを動かして初めてお金でお金を生むっていうことを私経験したんですよね遅まきながら。でこれを総合してやっていくとどういうことが生まれるかっていうと時間が生まれるんですよね。 でこの考え方っていうのができるようになると例えば自分が本当にやりたいこととか本当に叶えたい夢のところじゃあ例えばあのものすごく教室業で教えることだけが大好き事務処理嫌いお金の計算嫌いとかっていうねことだったとしたらそれが好きな人に雇ってお願いすればよくて。 SNS の核になるところは自分がもちろん発信しなくてはいけないんだけれども、まあ、細かい、えー、と事務作業的にじゃあこれをアップしてとか、そういうレベルに乗って誰でもできることだったとしたら、それを好きでやってくれる人にお金を払ってやってもらえばいいとかっていうふうに本業のところで立つ見込みがある。 お金をしっかり稼げたらその他のもの他もは手放せると時間ができるようになりますよねで時間ができるようになると例えばそれこそ海外旅行に行きたかったって言ったらそういうのを叶えることもできるしこういうものを、ね、買って勉強したかったんだ昔からっていうのも叶えていくことができるんですよだからつまりこれからの教室業の先生っていうのは集客はもちろんなんですけれどもそのお金をどう扱うかっていう知恵とか知識がないと。 えー、沈んでいきますよっていう話なんですよね。で例え話であの先日キンコングのね西野さんが YouTube で言ってたんですけれども面白い話だなとか思って聞いてたんですがなんか皿洗いをねあの例えばするということで100円1日100円皿1回洗ったらね皿洗いでお金をもらえるみたいな形でやるときに普通の人は皿を洗って 1>, 1年間ってやって100円で、ね、3万6500円とか100円でもらうっていうこのやり方が普通に働くみたいなやり方で貯蓄っていうのを途中でねお金がたまっていったら、まあ、お金を預けるとかするのかもしれないビビたるもんです利息なんてつくのここで例えばある程度お金がたまった時点で 例えば分からないですうん。食洗機がね、じゃあ1万円ぐらいの食洗機があったとして、でその食洗機を1万円分がたまるっていう時期だから、100円だから3000円だから3か月ぐらいでたまるわけですよ、百円。で、たまってから食洗機を買うっていうね。で、それで食洗機に表して100円をもらう。で、自分が空いた手で、例えばその例で言ってたの、お父さんの肩た,たたきかな、それを100円でやる。そうすると食洗機で100円。 今どういう洗い方をしても100円もらえるお父さんの方だった時でも100円ここで3か月目以降は200円手に入るんですよねそれは単純に自分だけが頑張って100円で食洗機じゃないや皿洗いするより全然お金が入るようになるんですよでさらにそ,そこの先さらになんですよもっと言うと確かにねって思ったのが借金をして借金をして1万円の食洗機買える1万円を借りて でも初日から200円自分はお父さんの肩たたき食洗機を入れて100円これで200円からスタートして1年間でやると最終的に食洗機の1万円を引いたとしても一番儲かるのって借金して始めてダブルで稼いでるっていうこの状態が一番稼げてる状態の人なんですよなのでこの話はつまり 借金は良くないっていう概念があるとできない発想なんですよね。で、私は基本はそんなに借金は好きではないです。ただ、あのここぞっていうときには借金を先にしてでも、今これをするべき、覚えるべきって言ったら借金します。で、必ずリターンの計算もして借金するんですけどね。で、この発想があまりない、教室の先生たちは。はい。これ、もったいないんですよ。 で具体的にどういうことが起こりうるかっていうとあの、例えば何か学びたい講座があったとするじゃないですか。じゃあそれが30万なんだか50万なんだか、そこそこまとまったお金が必要。まあ、じゃあ例えば別れいから50万にしておきましょうか。50万だったとして、今10万しか手元にありません。50万とこ行くためにあと40万借金すれば行けるんですよ。だけど、しない方がほとんどです。しない方がほとんど。 であと、なんとか40万貯めてからその口座に行きますって。これって一見正しそうなんですけど、あんまり正しくないのって何か分かってもらえますかこれ、格差が生まれる一つの考え方の一個なんですよ。私だったらじゃあどうするのかって言ったら、それによって学んだらリターンがこれぐらい見込めるなと思ったら、40万円借金して50万円で習いに行きます。私だったら。先にです。はい 借金だってすぐに返せばいいわけけでしょ儲けて、うん、いやそれは儲ける自信があるからですよ高橋さんはって言いますけれども儲ける自信っていうよりはそうするって決めてやることによってその知識を活用しようって考えるんですよねだから変な講座は申し込まないですよ。うん、自分も努力するし努力したらそれが実りやすい確率が高い講座はいきます。 だからそこに知識が必要だし、知恵も必要になるんですよ。なので、この時代を生き抜くには、教室の先生とはいえ、知識と知恵が必要なんですよ。そしてそれをアドバイスしてくれる人、見守ってくれて正しい道に導いてくれるメンター的存在をきちんと見つけることをしないと、いくらでもお金なくなっていきます。でかつ、さっきのような借金をしてでも行くっていうことを選ぶ場合には、 時間っていう貴重なものは失わずに済みますだけれどもうんと貯まってからそうでなくても細々とお金を貯めている状態なのにお金でお金を動かすこともなく貯まってからやりますって言ってる間に世の中どうなってると思います変わってるんですよ世の中。 でまたその知識を入れるためにインフレだったらその口座っぽいのが50万が70万になってるかもしれないし100万になってるかもしれないんですよそしたらさらにまた稼がなくちゃいけないっていこの永遠に口座行けません状態が続くでさらにもっと恐ろしいことは、えー、っと体力の衰えと頭の回転の衰えって加速度的に落ちていくんですよ通常何もしてない場合にはだから まあ今日が一番若い日、一番チャレンジができる日っていう言葉とかあるぐらい、今日っていう日に決意をしてすぐに動くっていうのはかなり必要なことなんですよ。で、例えば今お金がないからとか、今忙しいからって後送りにするじゃないですか。で、そう言っていると年齢ってどんどん重なっていって、例えば会社があるからとか、会社でお金もらえてるから今はいいです、ゆっくり考えますって、その先に、その先に、 自分が大丈夫になる保証ってどこにあるんでしょうっていう話なんですよ。会社も場合によっては倒産するかもしれません。今楽にお給料がもらえている部署からの転部もあるかもしれません。部署移動ですね。あと家族に何かが起こるかもしれません。介護とかね、いろいろな意味で。で、先のこと見えないんですよ。で見えない状態で今で今きる 一番いいことを早い段階で手に入れてしまうということはやっぱりそれを詰めていく必要があるので知恵と知識を上手に使ってあー知識を使って知恵で回すということですね。これが必要になるからその学び特にお金ですね。お金でお金を動かすということはやっぱり覚えておいてほしいなっていうふうに自分が投資をやって分かって思ってることですよ。もちろん あの100%確実なものなんて投資にはないので投資っていう名前ですから投げるしっていうね回収見込みがあるものゼロではないけれども失敗もある内容もありますよそれに、えー、お金を動かしながらっていうことでうん例えばね何もしないで数百万とかっていうのだって上手な運用ができていればできちゃったりするわけですよそうするとそのお金を使ってじゃあ例えば広告費をだ ひねり出そうかかなとか広告費にねしてみたりとか余力のお金でじゃあ新しい宣伝何か、ね、そういうものにこうプロモーションに使おうかなとかいうのだってもちろん本業で稼いだお金でできたりとかしますけれどもその余剰金があるるとすすごく楽にでできるじゃないですかだから私お金の勉強した人としない人っていうのはあの大富豪と大貧民の,あのトランプの感じに近いものがあるなと思っていて。 つまり、大富豪って結構勝ち続けるんですよね、一回富豪になっちゃうと。だって、貧民の方からいいカードもらって、それを、まあ、革命とか起きれば別ですけど、そのいいカードを使いながらやるんだから、止めるものはより飛んで、止めないものはより止まないっていう、この構図になっちゃうんですよ。で、これが今までは教室業の場合、そこまで激しく出なかったのが、今後の時代以降は、お金をどう扱うか。 ビジネスモデルをどう組むかっていう知識がない人はお金もなくなっていくし教室業も廃業になっていく道に行ってしまうんですよ。だから知識を得るためにお金は使う必要があるんですよ。どこに学びの投資をするかは別ですよ。その方にとって合うものがあるんですけど。この時代でそういったものを学ばないで えー、ただただぼーっとしてるだけっていうのではまず教室には立ち行かなくなるのが通常ですだからちゃんと知識も身につけてそれを回す知恵でその中で特に知っててほしいのが私お金の知識ですねあとビジネスモデルをどう組むかっていうあのビジネスの設計の仕方で必要な場所にお金を投下するっていうこと 必必要要な場所に人を投下するってこれ必要だなってすすごく思うんですよねだから私のところである程度あの稼げるようになった人には投資の勉強とかもしてもらってるし私もそういった講師の方を呼んでいるしであとは人ですね人に、えー、お仕事をお任せするっていうふうにやるやり方とかも含めてねお教えしてるんですけれども。 それをやることによってより自分にとっての本当にやりたいこととか自由を手に入れるっていうことができるのであのー、教室業も出だしの頃特に若いうちの伸びしろがあるときにやっぱ勉強してそういったものに投資するっていうのがこの性比例じゃないんですよ。<laughs> 途中からふ利がかかるので。 学んできたものがガーッと花開くとこういう状態になるんですよ。だから、ふ利がかかるってことを理解してないと後送り後送りにすると年齢は重なるわ、体力は落ちるわ、記憶力も落ちてふ利のチャンスを逃すから気がついて分かった年齢が早いうちの若ければ若いほどこのふ利がかかって成功していくっていうこの残酷な真実を知った方がいい。 ですよ夢壊すようだと悪いんですけど50代からの企業とか60代からの企業の人は特に、あのー、もう資産家で全てお金は自動的に回ってるっていう状態作れてる人は何ら問題ないですよ。問題ないけれどもあの今もう社会人でね仕事をしててっていう場合にはダブルワークで頑張るって決めるんだったらよほど本気で頑張らないと会社の仕事の中 プラスアルファっていうのは成果を出しにくいのでじゃあ離れたら不安っていうねところをどこで折り合いをつけるかっていうのは非常に大事な時代になってくるんじゃないかなと思っているので特に、まあ、今回お伝えしたいのは知識ですねお勉強正しいお勉強にはお金を使ってくださいそしてそれをビジネスに落とし込んで使って 学んだ知識をビジネスに落とし込む知恵がない人も多いんですよいくらな何とか塾とかでいろいろ学んだってなんとなく知ってるんですよマーケティングっぽいことだけどそれを知恵を使ってちゃんと回していかないと意味がないんですよ知ってることとできることって別問題なんで最近なんか聞いていてそういうケースが多いなと思ってあの知識まずないっていう人がすごく多い。 知識があっても知恵がないから知識の持ち腐れっていう人も多いなっていうのがあのすごく感じていてもったいないなあと人生って後半の方に向かってふ利がかかっていくのでいやいや若いうち少しでも元気なうちからチャレンジをする方がうまくいく成功確率が高いということになります、はい、では本日のまとめをいきたいと思います 教室業の成果の格差はどこから生まれるのかですがこれは知知識とそれれをうまままく回すす恵ここから格差が生まれていきますなのでその時々に必要な知識と知恵はあの自分だけでどうにもならないと思うのであればちゃんと、えー、それを知ってそうな人を見つけて。 指示して習うとかっていうことに対してもこれも投資なんですけどする必要がある時代に突入しているしやり始めるのは早ければ早い方がいい先送りにすればするほどリスクが大きくなり、えー、成果も出にくくなるっていうこの残酷な真実ですねこれをちょっと今日はお伝えしたいなと思って動画を撮りましたのでご参考にしてみてくださいそれでは